マルレク、マトリョシカとトロピカルの、マトリョシカ編の第1回目です。で、基本的には、そのマトリョシカリプレゼンティブラーニングの論文があるんで、その論文をまず読んでみようと思います。まあ、今回はそのアブストラクトとイントロダクションの部分をそのまま逐一訳して、まあ、それだけなんですけど、それを紹介しようというふうに思います。で、アブストラクトで書かれ、学習された表現、まあ、これはエンベディングと思っていいですね。現代のマシンラーニングシステムの中心的なコンポーネントだと、それは多くの下流タスクに対応している。で、表現を学習する場合、それぞれの下流タスクの計算量や統計的制約が未知であることが多い。このような状況では、厳密に固定した次元での学習は、手元のタスクに適用するには、ある場合には過剰で、ある場合には不足している可能性がある。そこで次のような問いが生まれる。これがこの論文の問題意識ですね。計算式が変化する複数の下流タスクに適用できる柔軟な表現を設計できないか。こういう問題意識を持っているわけですね。で、その答えっていうのは、close to fine representation。そうなものから密なものまでを表現する。この論文の主要な貢献はマトリョシカ表現学習。マトリョシカリプレゼンテーションラーニングと言ってますね。それは異なる流度で情報をエンコードし、単一の埋め込みで下流タスクの計算上の制約に対応することができる。で、MRL は既存の表現学習パイプライン最小限の変更を加えるだけで、数量やデプロイ時に追加コストは発生しない。で、MRL は独立に学習された低次元表現と同等以上の精度と豊かさを持ち、粗いものから細かいものまで。コストファインって、これがある種の、キーコンセプトになってますね。そういうエンベディングを学習する。で、それは非常に柔軟だって話を次にしてます。で、こういう柔軟性を持つことによって、例えばイメージネットの、まあ、1000個の分類で、同レベルの精度で最大14倍でエンベディングのサイズを削減できる。これはでかいですね。それから検索ですけど、同じイメージネットの1000と4000の検索において、ここでも最大14倍の高速化ができる。それからロングテールフューショットクラスフィケーションで最大 2% の精度向上ができる。これらは全て元の表現と同等の眼検査を持って実行される。真の統一は分かりにくいかもしれませんが、これは後で図、5っていうのがあって、そこでまた後で説明しようと思います。で、さらにですね、この MRL は視覚プラス言語、あるいは言語といった様々なモディリティのウェブスケールデータセットにもシームレスに拡張できることをします。で、これも大事なことですね。MRL のコードと学習済みモデルは、オープンソースで公開されているって話をしています。まあ、前回も言いましたように、OpenAI の Embedding 3 はこの技術を使ってるんですね。で、はじめにの部分に入ります。学習された表現は、実際の世界のマシンラーニングシステムの基本的な構成要素である。まあ、先ほどのアブストラクションの重複は結構あるんですけども、一度訓練され、凍結された D 次元表現は、豊富な情報をエンコードし、複数のダウンストリームタスクを実行するために使用することができる。で、こういうディープラーニングの表現の利用の展開には2つステップがある。これも大事なことですね。一つは、表現を計算するため、まあこれは時間もコストもかかるんですが、一定コストで、この、計算をする。そのステップが一つ目。もう一つは、それを仮のアプリケーションでその表現を利用する。その2段階のステップがあるって話をしています。このパイプラインの後半部分の計算コストは、埋め込みの次元数、これスモール D で表してますけれども、データサイズ、ラジエンドですね。それからラベル空間。これはラベル空間の空間の数ですね。それによっても変化するって話をしています。ウェブスケールでは表現の利用コストって表現の特徴計算コストに影を落とす。だから表現をいくら利用しようとしても、その計算コストが実は非常に大事な問題になるんだって話をしてるんだと思います。柔軟性を必要とするさまざまなリソースと
制度の制約があるにもかかわらず、で表現における硬直性は結局は複数のタスクにわたって高次元のオンベクベクトを使用するしかないってことになってしまう。これはやっぱりまずいだろうということですね。で人間の視覚はどうかっていうと、で自然界に対する人間の視覚ってもともと当然粗いものから細かいものまでの粒度を持っている。でしかしあのグラディアントベースの学習の機能的バイアスのため、深層学習は表現ベクトル全体に情報を拡散する傾向がある。なかなかそのあのコースとファインっていうのがグラディアントベースだとあのみんな一色体になってしまって、大きいものでしかあの細かいものは表現できないっていう、まあそれは当然そうなんですけど、あのこの中核部分が一番大事な部分を抽出するっていうことのステップはグラディエントの普通の学習ではできないってことですね。でそういう問題は実はいろいろ気づかれていて、その弾力性を担保するのいくつかあの手法が、まあ、一つはあの複数回低次元の訓練をするとか、で容量の異なるサブネット、最後の異なるあのサブネットワークの共同最適化とか事後的な圧縮で、ただこれは既存のフラットで構成された表現で実現される。まあ手法はあるんだけど、それはその場合に分けてそれぞれエンベディングを計算すればいいってだけですね。これらの手法はいずれも次の点であの適応的に大規模利用の条件を満たすのに苦労して、まあ、いろんなことが書かれています。まあ、これは今までの手法ではあまり柔軟にできなかったっていう話ですね。でここで MRL を導入するとあのコースとファインですね、コースとファインリプレゼンテーションでエンコードすることで独立に学習されたと対応する表現と同等の精度を持ち、推論時に追加コストなしでアダプティブに展開できる表現を最初のオーバーヘッドで学習できる。これが MRL の、 あのいいところですね。学習された表現に柔軟性を持たせるために我々はマトリョーシカ表現学習を導入する。 MRL はあのログ D で低次元ベクトルを入れ子式にされて、これは次回アルゴリズムちょっと難しいんですけれども、あのまああんまりこの細かく書いてあるわけではないんだけれども、あのそのアルゴリズムが実はログ D であの抑えられてるっていう話をしてます。で同じ高次元ベクトルのさまざまなサイズの表現を学習する。 MRL は既存のあらゆる表現パイプラインに適用可能で、コンピュータービジョンや自然言語処理における多くの標準的なタスクに容易に拡張できる。でこれも後であのアルゴリズムの紹介終わったら、まあ、特に検索とあの分類と検索の2つでどういうふうに、これもなかなか面白い手法を使うんですよね。でこれは何度も紹介してるやつなんですが、このアダプティブリトリー、左側のあのアダプティブリトリーバル、これ途中でリランキングっていうんで、次元を変えて高いのに戻したりしてやるんですよ。これもなかなか面白い。それは3回目かな、お話できたらというふうに思います。マトリョーシカ表現の最初の M 次元は情報量の多い低次元ベクトルであり、追加的な学習コストを必要とせずに独立に学習された M 次元表現同等の精度を持つ。でマトリョーシカ表現に含まれる情報は次元数に応じて増加し、粗いものから細かいもの、何度言いますけど、コースとファインリプレゼンテーション、それを表現することができる。で、MRL は表現ベクトルに柔軟性と多次元性を満たせることで、精度と計算のトレードオフをほぼ最適化する。こうした利点により、MRL は精度と計算量の制約に基づいた適応的な利用を可能にする。で、この応用の話を次にしてます。でマトリョーシカ表現は精度を大きく損なうことなく大規模な分類や検索の効率を向上させる。でこれはまあきちんと説明が必要なことではありますけれども、でマトリョーシカ表現にはさまざまな応用が考えられるが、この論文では実世界の ML システムの主要な構成要素である大規模分類と検索に焦点を当てる。
ことを言っています。まずそれは分類ですけれども、分類では MRL で学習したモデルから可変サイズの表現を用いて適応的化すけど、これも面白い手法なんですよ。これも後で説明します。別のセッションで説明しようと思います。で、特定の作用を達成するために必要な埋め込みの平均次元を大幅に拡張削減する。で、例えばイメージネット、これ1ケットのあれですね、クラスが1000個あるやつですね。で、これの今話したアダプティブ適応的分類という手法で、ベースラインと同じ精度で最大14倍の表現サイズを削減することができると言ってます。で、検索もこれもまた面白いんですね。で、このアダプティングの検索で、クエリが与えられた低めに埋め込む最初の数次元を使って低い方からやっていくんですよ。検索候補を絞り込んで、その後より多くの次元を使って、これは次元上げるんですね。少しね、絞り込んだ後で、で、それを再ランク付けすることによって、検索の精度って、そこ、絞り込んだ中から選び出す。で、これもなかなか面白いし、まあ、こういうのは定番、これが定番になるんだと僕は思っています。このアプローチをシンプルに実装することで、標準的な埋め込みベクトルを用いたシングルショットと検索システムを比較して、理論的には128倍、実時間では14倍の高速化は時間で、検索では強力ですね。で、最後に3番目なんですが、 MR は明示的に素から差異密への表現ベクトルを学習するため、直感的にはさまざまな次元間でより多くの意味情報を共有するはずである。これはロングレールの継続学習設定において、元の埋め込みと同程度の元元素を持ちながら、最大 2% の精度向上に反映される。で、さらに MRL は素子化から微子化までの性質を持つため、インスタンス間の分離の難しさや情報のボトルネックを分析手法としても利用できる。で、これ 2% 少ないかもしれない。これは面白い表なんですね。これは、ビジュアル、トランスフォーマーとか、それをアラインと GF と、もう一つはRNN を使った3本ラインがあるんですよ。で、 MRL がどこで働いてるかっていうと、途中に出てくる赤い印、赤だったり丸だったり四角だったりするんですけれども、これ何を言ってるかっていうと、この3本の線は今までのやつなんだけれども、これは、この、なんだ、グリーン、青、紫の点でしか、エンコーディングしてないんですよ。ところが、今度の MRL を使うと、その見事にその、補完を、中間次元っていうか、サンプリング、もともとはそういう、エンベディングを実際に計算していなくても、この赤い点がこの MRL で獲得できた実績なんですよ。見事にこの元の線の補完をしていることが分かります。だから MRL を使えば、MRL を使えば、バラバラに、それぞれ、サイズごとにデータセットを作って、この元の3本の線が計算されているんだけど、そういうことをサイズごとにエンベディングをやり直さなくても、MRL をやると見事にその結果を補完する性質、成績を収めることができる。これもなかなか面白いっていうか、そういうことです。しかも任意の次元にそれを拡張っていうか、どの数、どの表現サイズでもきちんとした補完をしている。ということですね。で、最後にこの論文ってか、このマトリシカルプレゼンテーション、これも繰り返しになりますけれども、MRL を導入し適応的なディプロイのための柔軟な表現を得る、それからマトリシカル表現を用いて大規模な分類と検索を最大14倍高速かつ高精度を行うことができる、
それからモダニティが様々、視覚だけじゃなく視覚足す言語、あるいは言語やウェブスキャンのデータに対応する、それをシームレスに適用できる。それから他の加入タスクの文脈で MR の表現のいろんな分析ができる。で、僕は面白いと思ったのは、前回のセミナーでやった対棚の問題意識というのは、その意味の深いところ、意味にもっと構造があるんだっていうのを今までの映画じゃちゃんと抽出できないだろうと。で、言ってる、あれはなんか質的な違いを多分強調したいんだと思うんだけども、ここで祖から密へっていうレプレゼンテーションが反映したのは、ある意味そういう意味じゃ隠れたその構造を見つける手法と近いものがあるかもしれない。まあ、その辺の展開は、はっきりしたものではないんですけれども、祖から密へという問題意識と、それから表現自体、そのエンベディングで表現された背後に実はいろんな構造があるっていうのは、どっかつながってるような気がしています。まあ、それはまた別な形でいろいろ明け明けになるんじゃないかなというふうに僕は思ってます。で、次回のセッションはあまり展開されたら少し面倒くさい、難しいんですけれども、そのアルゴリズムも、まあ、一つ式があるんですけども、それの解説をしようというふうに思っています。